どうも、なおちんです。メガテン5やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はコメントありがとうございます。このキャラクターを使っていきますね。メタトロンですね。以前もコメントで何回かね、メタトロン強いから使ってみてっていうのがあったんですけども、まだ使ってなかったんですよね。スキルのこれ、市内の進化かな？読み方合ってますかね。市内の進化がとにかく強い。ランダムなんだけども、3から7回の注意力。7回の注意力って、なかなかすごいんですよね。で、さらに万能なので、誰にでも効果があるっていうところがいい。で、さらにそれプラス、サンダルフォンも使って、万能属性を使用した時に、確率でクリティカルが発生するようになる。これとの相性が抜群らしいね。で、プラスで、ブリトラも使っていきましょう。狂乱の宴で、ヒット数がプラス2回増えますし、乱舞を使って確実に、上限まで発生するようになる。なので、市内の進化が9ヒットするんだよね。9ヒット。これとんでもないと思います。最初から使えるし、準備がいらないっていうことでね。で、主人公は月歴干渉を使ってスキップしますので、最大3回、打つことができる。3×9、27ヒット。これは相当強いかもしれない。まあ、とりあえずやっていきましょう。それでは、ラストのアブディエル、行きましょう。ちなみに主人公で、超攻撃型にして、幻月閃光を使った場合、1ターンで沈めることができました。で、月風錬陣を使った場合は、まあ、大体半分ぐらい。半分減らせないかなぐらい、ダメージを与えることができてます。まあ、メタトロンはどれぐらい行くんでしょうか。まあ、ワンターンで倒すことは、多分難しいとは思う。一ターンは難しそう。でも、半分ぐらい減らしてほしいな。で、ステータスですけども、メタトロンは魔力と運、ここだけ999まで上げてます。速度は575。多分、外れやすいスキルじゃないので、500ぐらいあれば、必中になるんではないでしょうか。で、プレロマ2つに、殺し2つ。ですね、こんな感じでやってます。あ、バフ入れてないからね。バフデバフ使えないので、メタトロンはパスで、サンダルフォンでキャンディーで、ランダマイザー、キャンディー、バフデバフ入れなくていいんですよね。入れなくていいんだけども、まあ、万全の体勢で、攻撃していきたい。おーおお、効くい。でも大丈夫。あ、キャンディも入れなくてよかったんだ。これアイテムで解除してあげましょう。で、メタは別に、あ、サンダルフォンは何もしなくていいからね。で、これでバフデバフは完璧ですね。いや、これやばそう。なんか使っとこう。ここら辺の耐えてよ、耐えてよ、頼むからね。よし、準備完了です。準備完了で、ここで、ランプを使うわけだね。行くぞ。はい、主人公は月的干渉でターンを使わずにチェンジで、メタトロン、サンダルフォンいる、ブリトラもいる、 OK ですね。さあ、どれぐらいの火力が出るんでしょう。一発9ヒット、クリティカル出るっしょ、9回当たれば。あ、出らんのかい。あ、でも火力あれだな。まあ、幻月閃光と、火力は一緒ぐらいな感じですかね。まあ、まだまだ大丈夫。OK。クリティカル出てくれよ。ナイス、出た。でも、
まあね、レベル999相手だから、まあこんなもんでしょうね。さあ、それでは3回目、最後の攻撃。あー、これ半分だね。あ、クリティカルがやっぱなかなか出にくい。うまい体力ないからもう、めちゃめちゃやられた。半分ですね、半分。うん。まあまあまあ、準備がそんなに必要なくって、半分与えれる。なかなかいいんじゃないですか。ラスボスだったら、まあまあ半分ぐらいしか減らせなかったんだけども、まあ、こういうやつらだったら、多分、バフなしでも、意外といけるんじゃない？うん、最初から使えるっていうのが、やっぱりこれの、特徴だと思うので。いやいや、やっぱバフ入れないと大した火力にならないか。そんなにやっぱり、あー、クリティカル1100、通常700。あー、やっぱバフデバフ欲しいか。で、最後。あー、ダメージ全然違う。まあまあまあ、うんうん、いいダメージじゃないですか。うん、バフデバフ最初から入れずに攻撃して、レベル999のキュドラ6割減らすことができるんで、いやいや全然いい、全然 OK。 はい、ということで戻ってきました。今日はコメントありがとうございます。メタトロン使ってみましたけども、いいっすね。うん、レベル999の敵にはまあまああんなもんだと思います。うん、まあそれでもどのキャラクターよりもダメージは上だと思うよ。あんだけ準備せずに攻撃してさ、あんだけ与えれれば十分です。まあストーリーの普通のレベル150の敵であれば、もう問題なく一ターンで撃破できると思いますし、やっぱ使いやすかったですね、メタトロン。うん、万能だし。うんうんうん。このパーティーは、まあ無難に、いい感じだと思います。メタトロン、サンダルフォン、ブリトラ主人公のですね、このパーティー。うん、いい感じだと思います。ありがとうございました。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。